久保さん、こんばんは。気になる男、第98話ですね。第98話。家族がいると稼げなくなる真実という今回テーマでいこうかなと思うんですけど、5人の法則、5人の法則言っていただいたんじゃないかなと思ってて、周りの5人の平均年収があなたの年収ですよって。いや、これよく言いますよね、ほんと。あ、すごいこれは聞かされたことあって、いや、すごいこれはなんか知ってますね、この話は。でもそれがその、なんだろう、家族であっても例外ではないという、そこにつながれるかどうかっていうところはすごい興味深いお話だったなと思って、まあよく考えればそうなんでしょうけど、あ、なるほどなと。特に在宅だとそうなるなと思ってて、まあ、お金を使うだけの家族、まあ、お金だけで言うとですね、お金を使うだけの家族だから、まあ、家族と、まあ、一緒にいれば、まあ、消費行動ばっかりしているので、稼いでいない家族の行動に引っ張られる。家族の行動に引っ張られてしまうっていうね。確かになぁと思ってですね。引っ張られますよね、普通に。普通に。だからそれを振り切ってというか、そこをその自分の時間、まあ、自分の稼ぎの時間、稼ぐ時間にしっかり当ててれますかっていう、まあ、問いというところになるのかなと。もちろんその家族と一緒の時間、まあ、穏やかな時間だったり、まあ、お金の稼ぎ方以外の面ではその感謝することだったり、そのまあ、安らぎの時間だったり、まあ、心の支えになる時間っていうのが、まあ、たくさんあると思うんですね、家族の恩恵としては。ただそのこと稼ぐことっていうところだけにフォーカスすると、まあ、別軸で考えなくてはならないということをお話ししてたんじゃないかなとは思っていて、で、その稼いでる人、まあ稼いでる人はそもそも家族作んないよみたいな、ね、自分で稼げるから別に家族作らなくて自由に生きるみたいな、まあ確かにそういう方多いかなと思っていて、だからこの家族に関わっていること自体が、まあ稼いでない人と関わっていることになるっていう、まあお金を稼いで、お金を稼いでる、稼いでないっていう、その視点で見てると、これが真実ですよね、本当に。お金を稼いでない家族に積極的に関わる、積極的というか、まあ、関わっていく時間が増えれば増えるほど、当然稼げなくなる。まさに。で、家族と暮らして、さらに、その、稼ぎのペースが落ちないっていう人はやっぱりなかなか、まあ、いないというか、まあ、本当にそれは何できてる人ですよね、できてる人なんだ、家族に引っ張られないぞっていう、まあ、強固たるというか、まあ、信念が必要ですね。家族との付き合いはそのお金を稼ぐとは全く別みたいな、だ家族だろうと何だろうと、もう稼げない人に関われば自分も稼げなくなるのは、その5人の人、5人の身近な人の法則によってしまうので、だからお金を稼ぐっていうその一点だけ、お金を稼ぐっていうところの一点だけについて言えば、まあ、害になってしまいますよと。まあそこももう一回その話戻すと、その家族としての人と人のつながりだったり、家族としてのその集合体というか、そういう人間的な温かみっていうのは大事いいですけど、こと、なんか同じと同じことをずっと繰り返してるかもしれないですけど、その金を稼ぐっていう分野では別として考えないと、まあダメというか、
まあ、稼げなくなるっていう、単純に。だこの真実ですよね、この真実。真実というか事実というか現実というか、まあ、これを見極めないと、本当に結局稼げなくなるというところ、まあ、この事実をしっかり受け入れていかなきゃいけないし、そういう現実があるってことは間違いなく確かなので、その中でその現実と折り合いをつけて、新しい考え方だ。この現実を受けて、じゃあどう考えていくのか。まあ、その制約ですよね。まあ、家族を作っているものとしては、その制約の中でどういうふうな自分の選択を持って行動するのか、どういうふうに考えて、定義つけて解釈していくのか、お金を稼ぐっていうところに対しての生産行動、そしてお金を稼がない家族の消費行動の考え方、その家族との関係性だったり、あり方っていう付き合い方をうまく見出していかないと、これはうまくいかないと。その家族に対して、まあ、仕事の理解がないと。在宅で仕事してる時にね、仕事理解がしてくれないと。それに対してその怒りをなんか燃やしたり、で家族がお金を使うことだけで消費する行動、消費行動だけにすることだけにこう嫉妬したり、まあ妬んだりとか、まあ、するんじゃなくて、その稼ぎ手として自分が選んだ人生の選択を静かに受け入れると、まあ、これは自分が選んだ人生なんだということをやっぱりしっかり考えて、在宅で月収100万を稼ぐっていう生活をしていくならば、もうその誰でもできることをしていたとしても、誰でもできる人生しか送れないんだと、自分にしかできない人生を歩もうと思うんであるならば、まあ、自分にしかできないことを追求していくしかないんだよっていうお話もされたのかなとは思っていて、そして人生の目的ですよね。人生の目的に関しては本当に自分の目標を設定して、まあ、それに向かっていく、まあ、これしかないんだと。そしてその目標を到達したらまた別の目標を設定する、まあ、その繰り返しの人生なんだよみたいなことを言っていただいたんですけどね、まあ、まさにこの今回はすごく、まあ、このシリーズでずっと気になる男シリーズのもう90話台80話台でずっとやっていたこの家族と在宅と家族との関係性っていうところをずっとやってきたと思うんですけど、まあ、まさにここのところがすごくより深まってきたなとは思っていて、お金を稼ぐ生産行動、お金を稼がない、まあ、消費行動、自分が今どっちの行動をしているのかっていうことだけ、そのことだけを考えていくと、家族とどう付き合っていくのかっていうのを本当にしっかり考えてやらないと、いつの間にか消費行動になっていると。まあ稼いでないときは消費行動になるので、本当に消費行動になってしまっていると、まあ、本当にそこっていうのをかなりやっぱり集中して考えないと、いつの間にか流されてしまっているというところになっていくことを、まあ、今一度考えさせられたこの気になる男第98話でございます。はい、ということで、家族がいると稼げなくな真実と、まあ、それをさらにこう深く深くこう掘ったところの回になったんじゃないかなと思います。はい、ということで、気になる男第98話はここで終わりで、次は99話ですね。99話、トモさんよろしくお願いします。はい、失礼いたします。ありがとうございました。